こんにちは、加藤です。今日も始まりました100人100作品好評会。本日の出品者はたつきさん。作品はこちら、トイレットペーパー1個。お好みの辛さは7辛でいってみたいと思います。どうぞ。出品者のたつきさん。僕は22歳です。生まれつき視覚障害と全身に脳性麻痺の障害があります。周りからは優しいとよく言われます。絵を描いたのは今年の6月からです。もう最近ですね。それまでは一度も絵を描いたことがありませんでした。デッサンをしてみようかなと思ったきっかけは、鉛筆だけで様々なものが描けることに魅力を感じたからです。1年後の目標、人の顔を描けるようになりたいです。この作品は2日で5時間、マルマンスケッチブック、クロッキー帳、クロッキー紙、これはなんだ、これクロッキー帳に書いてるっぽいですね、もしかしたら。これはもしかしたら、マルマンの SM02 ってもしかして、これ私が使ってるクロッキー帳なんですけれども、これはクロッキー帳に書いてるっぽい感じがしますね。スケッチブックではなくて、おそらくそうですね。はい、今回の作品はマルマンのクロッキー帳に書かれた作品ということで、モチーフはトイレットペーパーです。書いた理由は、鉛筆でトイレットペーパーらしさを表現したかったからです。影を描くのと三角の部分にこだわりました。側面右側の右端の角の光が当たっている部分、鉛筆が塗られていら、いないところの輪郭線は必要ですか、ここですね、は必要ですかという質問ですね。いっぱい質問があります。鉛筆についてです。今現在、北星鉛筆アート12本セット 4H から 6B を使っています。ハイユニなどの鉛筆の方がいいですか。書くときに一つの机にモチーフと紙を譜面台に置きデッサンしています。その際にいろんな方向から見てしまい、視点を定められません。描く視点、角度を定めやすくするためにはどのようなことに気をつければいいですか。今後デッサンをする際にどのようなことを意識して練習すれば上達しますか。他の人から見て魅力的に見える、そんなデッサンが描けるようになりたいです。練習についてですが、1日1モチーフのように毎日デッサン練習する方が良いですか。たくさんの質問すみません、よろしくお願いいたします、というふうにいただいています。どうしようかな。まずはたつきさん、質問たくさんいただいていますので、その質問からお答えしていきましょう。この輪郭線が必要ですかという話からいきましょうか。はい、お答えします。輪郭線は必要ないと思います。このデッサン、西洋式の、紙に鉛筆を使って、立体物をあたかもそこにあるように自然な立体表現をする、そういった練習と考えたときに、例えば例としてこの部分を挙げていますが、輪郭線が見えないところは輪郭線は描かなくていいと思います。描く必要がないです。なんですが、輪郭線という線は必要ないんですけれども、コントラストで見てほしいんですね。これ実は送っていただいたそのモチーフ写真、これなんですね。これここの部分例にとりますと、これテーブル面が濃い色の木、ウッドのテーブルに白いトイレットペーパーが置かれているので、ここは境界がはっきり見えているんですよね。輪郭線なんていうものは必要ないんですが、ここまで暗くてここから明るいって境界がはっきり見えているに対して、このデッサンではテーブル面を、その木の色をつけていないので、紙の白さ、つまり何も書いていない紙に対してトイレットペーパーが明るいせいで線が引けずに困っているっていう状態なんですが、これ迷う人はね、輪郭線を引くか引かないかじゃなくて、この暗さとこの明るさ、同じようにこの絵の方でも暗さを書き入れた方がいいと思います。具体的に言うと、例えばこの辺で台が終わるんであれば、線を引いた上で台の暗さを書き入れる。
そうするとここに境界線という線はないんですが、あの境界がはっきりしますよね。どこまでトイレットペーパーでどこからテーブルなのかっていう、コントラストが強いものはコントラスト強いように書いてあげましょう。ここはこうやってテーブル面を塗ってあげるといいと思います。そうすると困らないというか、見えるものを見えるように描くっていう意味では作者がそんなに頭の中で処理しなくてよくなりますので、自然に見えるように書いていけると思います。ただこのバック、あの後ろにカーテンがあって、カーテンとの境界、境がはっきり見えないところがあるんですね。こういうところ、ここはやはり同じように、バックにカーテンのこのトーンを書き入れてあげてはどうでしょうか。カーテンのトーン、真っ白じゃないですよね。ここの上の面に比べたら少し暗く見えてると思うんですが、その見えている暗さに合わせて、カーテンバックの、まあ、垂直面だと思うんですけどね、垂直面の暗さ、トーンを書き入れて、トイレットペーパー1個が今回のそのモチーフ課題なんですけれども、その周りもね、ある程度全部角まで、紙の端っこまで書かなくてもいいと思うんですが、ある程度の範囲まで周りも書いてあげると自然な見え方すると思いますとかね。あとここ、この左サイド、こうやってこう見比べると、写真ではトイレットペーパーのこの筒状の本体の方が少しずつ暗くなっていって、後ろに折りたたんである三角形の、まあ、トイレットペーパーの先端部分の方が少しだけ明るく区別できます。で、こんな風に目で見て明るさが区別できるのであれば、ここもそうしてあげた方がいいでしょう。本体の方が少し暗くて、後ろに見える三角形の方が少し明るく見える、そんな風な差をつけてあげる。差がある時には差をつけます。ただ場所によってね、差が見えない、この辺とかちょっと見えにくいかな、そんなところがあると思うんですね。見えにくいところは見えにくいように書いてください。差がなかったらないように書いてあげるっていうことです。はっきりしてるところははっきりと、そうでなければあの境界を引く必要もないし、差をつける必要もないです。ただ気をつけてほしいのは、これって、同じ色に見えていても、色っていうかトーンは現象なんですけれども、こちらは回り込んでいく側面ですよね。でこちらは後ろに、まあ、垂直に、ほぼ垂直に見える切り立った面で、手前と奥っていう位置関係が違います。同じトーンに見えている、同じ明るさに見えていますけれども、その位置が違う、そして面の向きが違う。なのでできれば鉛筆でタッチを入れながら面の向きの違いは書き分けていけるとよりいいと思います。同じ色に見えるけれども位置が違う、そして向きが違う、人の目ってその写真なんかだともうあの目が潰れてっていうか、単なる明暗でしか見えないこともあるんですが、絵の場合はちゃんとそういったどちら向きの面なのかって書いて表現してあげれば、同じトーンであっても方向性を人の目は感じ取ることができます。なので絵の場合は書いてあげた方がいいと思います。はい、まず一つ目の質問について、輪郭線は必要ですか、見えないところは見えないように書かなくていいです。見えるところは境界線ではなくて、明るいトーンと暗いトーンがぶつかるように表現し、分けてください。書き分けてください。はい、次の質問。鉛筆なんですが、今使っているその北星鉛筆アート12本セットっていうのが、まあいいかどうかってことなんですが、私この鉛筆、知りません。使ったことないし、使ったことないので比較しようがないので何とも言えないんですが、さっきちょっとネットで調べたところ、どうもこれアートって書いてあるんですが、文房具のようです。つまりデッサン、絵を描く用の鉛筆というよりも文房具としての鉛筆を、まあ、アートセットとして売ってる、そういった感じに見受けられました。なので 4H から 6B まで揃ってるようなんですが、私はあまり勧めないです。で、ハイユニがいいですかって聞いてるんですけれども、ハイユニってちょっと高いんですよね。ハイユニである必要はないと思います。例えばこれ、ハイユニの下のランク、ユニという鉛筆なんですが、1本80円から90円くらい、このくらいの値段の、つまりグレードのランクの鉛筆でも十分デッサンできますので、ハイユニクラスの鉛筆じゃなくても、ステッドラークラスの鉛筆じゃなくても、ユニクラスの鉛筆でも十分です。
逆に言うとせめてユニクラスの鉛筆を使ってほしいと思ってるんですね。なのでユニよりも安い鉛筆はどちらかというとデッサン用っていうよりも、文房具としての文字を書く用、お勉強用っていう感じの品質が多いと思いますので、どうせデッサンを本格的に始めるのであればユニクラス以上の鉛筆をお勧めします。もちろん安い鉛筆だから書けないっていうわけじゃないんですが、私この間100均で買った鉛筆でデッサンしてみました、やっぱり書き心地がだいぶ違う気がします。色がうまく出てくれないんですね、技術がある人はどんな画材でも使いこなしてその足りない部分を補う技術があるので遜色なく書くことも可能だと思うんですが、始めたばかりの人はできればいい道具を使った方が伸びるのも早いと思っていますので、それなりの鉛筆ユニクラス以上おすすめします。はい、次にモチーフのセットについて、今回同じ台上にモチーフを置いて、そして書くこの紙はですね、譜面台ってありますけれども、まあパネルみたいなもんだと思うんですね。こう斜めにして多分書いていたんじゃないかと想像するんですが、そういうやり方でいいと思います。ただ、ここの、紹介文には、アンケートには書いていないんですが、LINE で送っていただいた内容に、このモチーフのセットについてちょっと触れられていた部分があるんですね。それはちょっと気をつけた方がいいかな。具体的に言うとですね、このモチーフ、カーテンの外から光が差していてほぼ逆光状態で描いてるっていう風な記述があったんですね。で、これ逆光でモチーフの、デッサン練習するのはちょっと上級者向きというか難易度上がりすぎますのでおすすめしません。外からの、窓からの光、カーテンを通した薄明るい光をメインに、モチーフを描こうとするとどんなに上手い人でもなかなかうまくいかないと思うので、それはおすすめしないです。できることなら、簡単なスタンドライトでいいですから、照明をちゃんと用意してですね、室内で窓際にモチーフを置いたら窓からの光はシャットアウトしましょう。カーテン、厚手のカーテンで外からの光はもう閉じちゃって、照明を当ててスタンドライトでいいです、1000円程度の、それで照明を当てて右上かもしくは左上から光を当てて影をきれいに作ってください。今回で言うとね、本当にね、真後ろからの光で正面の前に右と左から光が入って真正面の手前に影ができるような、こういうセッティングしてるんですね、ライティングを。これ相当上手い人でもね、まあ難しすぎるライティングです。で、初心者の人ほどライティングに気を使わないせいで書く難易度を自分で上げているんですね。これもったいないので、できるだけ書きやすいコンディション整えてあげましょう。光を手前右上もしくは左上から当てて、左後ろとか右後ろに影ができるように、光と影の比率も6対4で影ができるとか7対3で影ができる、そういう風な綺麗な影をできるコンディションを整えてあげてから書くようにすると、格段に書きやすく勉強がしやすくなります。これ私これまでの動画でも何度も言ってきているんですが、ライティングをちゃんとできてモチーフのセットがしっかりできていると本当書きやすいですから、勉強がしやすくなるので、腕が上がってきたら逆光とか前光とかその難しいライティングにも挑戦していってほしいんですけれども、最初からそれは勉強がしにくいと思います。ライティングを気にすること、モチーフのセットを気にすることをおすすめします。はい、次の質問、いろんな方向から見て視点が定められませんということなんですけれども、どのようなことに気をつければいいですかということなんですが、もうあれですね、頭の位置固定するようにしましょうか。疲れてきたら背筋を伸ばすとかって口で言うの簡単なんですけれども、頭の位置、目の高さですね、目の高さを固定して、まあ、今回の例で言うと、例えばこの上の面と正面の見えている比率がありますよね。この比率、まずは上下の頭の動きをなくすために、疲れてきたらこの比率が同じに見える位置にもう一回頭の位置を戻す、目の高さを戻してあげる。疲れてくるとね、猫背になったりして上の面がだんだん潰れて見えてくる、
視点の位置が下がってきたりしやすいんですね。なので疲れてきたらまたこう背筋を伸ばして常にこの比率で見える位置に戻してあげる。あと形が見えないからって覗き込もうとします。右後ろどうなってんのかな、左後ろどうなってんのかな、頭の位置をこう動かしながらですね、覗き込むように観察して描いてしまう。観察することはすごくいいんですね。モチーフの周りをぐるぐる回ったり、後ろから見たり横から見たり、見ることは、観察することは推奨するんですけれども、実際に形を取るときにそうやってここを描くときは右から見た形、ここを描くときは左から見た形、ここを描くときは上から見た形、それぞれの場所を描くときに視点が動くと、セザンヌとかピカソがやっていたキュビズムみたいな、そういった絵になっていきやすいので、最初の基礎デッサンの勉強をするときにはできるだけ視点を固定する。そのためには覗き込んだらやっぱり 前の位置っていうか最初の位置に戻って、確認したら、観察し終わったらもう一度最初の目の位置、頭の位置に戻ってから形を整える。あと気をつけてほしいのは、人間って2つの目で物を見てるんですが、形のこう重なり具合を決めるときには片目で見て形を決めます。その際に、利き目って皆さんあると思うんですが、ご存知でしょうか。右目が利き目の人、左目が利き目の人、生まれつきあるんですね。で、中には矯正したりすることもあるんですけども、あまり意識してない人は多分一生生まれた時のまま利き目を使っていくと思います。利き目の見つけ方はご存知ですかね。こんな風な丸を作ります。右手でも左手でもいいです。丸を作って腕を伸ばして、室内の遠くにある、外でもいいです、遠くにある何か一点を両目で見てこの丸の中に入れます。で、丸に入れたら片目をつぶって、ちゃんと丸の中に入っていた方が利き目です。両目で見て丸の中に入れます。次に片目をつぶります。丸の中から外れちゃったらそれは利き目じゃありません。そんな風に人間って、どうでしょう、ウインクのしやすい方が、つぶりやすい方とは逆が利き目だったり、今言った丸の中に入れてみるっていう方法だったり、自分の利き目を意識して形のぶつかるところを決めるときには利き目で常に判断しましょう。毎回右目で見て決めたり、左目で見て決めたりっていう風にしてると形なかなか合いませんので、利き目は1個、自分がどちらなのかは一回確かめてみてください。最後の質問が、今後デッサンする際にどのようなことを意識して練習すれば上達しますか。他の人から見て魅力的に見える、そんなデッサンが描けるようになりたいです。1日1モチーフ毎日デッサンする方が良いですか、という質問来ています。はい、おすすめします。1日1モチーフっていうかね、1日10分でいいですから、毎日ちょっと描くことが日常になるように、持っていけるといいですね。デッサンっていうと結構構えちゃう人が多いんですよね。で、今回のこの課題も5時間かけて2日かけてるようですけれども、いたずら書き、落書きでいいと思います。まずね、書くことが、本当に呼吸をするようにいたずら書きって誰でもできると思うんですけど、見られることを意識しすぎると、上手に書かなきゃいけないっていう気持ちが強すぎると、いたずら書きすらできなくなっちゃうことってあるんですよね。で、誰にも見せないこういうクロッキー帳、おそらく今回このたつきさんが書いたのはどうやらクロッキー帳のような気がするんですが、クロッキー帳とスケッチブック何が違うって、紙の厚さが圧倒的に違います。クロッキー帳ってこのね、コピー用紙みたいなペラペラの紙なんですね。こんな紙です。落書き帳です。で、これにデッサンするのはもったいない。5時間をかけるなら、こんなペラペラの紙に書くんじゃなくて、ちゃんとした厚さのある画用紙に書いた方が断然いいです。そんなに時間かけて描写するんであれば、こんな紙で書くのはちょっと私はもったいないと思います。なので、普段はこういう落書き帳、クロッキー帳、スケッチブックではなくて、エスキース帳とかクロッキー帳っていうコピー紙のような薄いペラペラの紙をまとめた、主にこんな表紙のやつですね。クロッキーって書いてある。こんなのは普段から落書きするようにしましょう。思いついたものとか目の前にあるものを軽くスケッチする。もう何でもちょうです。思いついたことを文字で書いたりとかね。先生に言われたことをメモったりみたいな。何でもちょうなので、で、人に見せないって決めて、で、周りの人もね、
クロッキー帳って本当日記みたいなもんなので、その作者絵描きにとってはね結構恥ずかしいもんなんですよ。なかなかその普段使ってるスケッチブックとかクロッキー帳を人に見せるっていうのは勇気がいるので、あの人のを 見ようとするのもちょっとね失礼かなと思うので、本人の承諾を得てから見てほしいなと思うんですが、そんな風にね人に見せないクロッキー帳をちゃんと用意して、そこで普段から落書きができる人になっていきましょう。人に見せないから恥ずかしいことをいっぱい書いていいと思うんですよね。自分だけのクロッキー帳ですから。そんな風にして、空気を吸うように呼吸するように描くっていうことが日常になるような、そんな練習を私はお勧めします。1日1ページとかっていう決め方でもいいと思います。あの書き上がんなくても仕上がんなくてもいいです。単純に手を動かして絵と遊ぶっていう、そういう時間を10分でいいから取るっていうことです。それだけでね、あの気持ちの上で絵を描くことが楽になってくると、自由な線が引きやすくなるんですね。絵を描く上で一番大事なことって何かって言ったら、気持ちがリラックスして伸び伸びした気持ちで描ける、そういったコンディションを整えることが一番大事かなと思います。あんまり肩に力が入りすぎていると絵がどうしても硬くなっちゃったり、お勉強してるっていう気持ちが強くなるとどうしても絵が萎縮してくることが多いです。そんな風になってるなって感じたら、この自分が自由に描ける、誰にも見られないので、好きなこと、嫌なことでも、自分の嫌な面でもいい面でも何でも描ける、そういったそのなんて言うんでしょう、アウトプットする場を用意しておくことをこそが大事かなと思います。はい、だいぶ前置き長くなりましたが、ここから作品のお話していきましょう。とまず今回のたつきさんの5時間かけたトイレットペーパー、最初にちょっと言いましたけれども、ライティングが良くないで、ライティングさえ良ければもっと書きやすくなるので気をつけてください。それから形取り、すごくよく見てますよね。この作品の魅力何かって言ったら、トイレットペーパーのふわふわっとした柔らかい紙の質感を何とか出そうと苦労工夫している、その姿勢が作品から伝わってくる。特にこのあたりの描写すごくいいと思います。に対して芯の部分って硬いじゃないですか。色もそんなに濃くはないけれども、真っ白いトイレットペーパー、切れやすくて水にすぐ溶けちゃう、やばい弱い儚いトイレットペーパーに比べたらだいぶがっしりとしたというか、丈夫な紙質の厚紙だと思うんですね。それをしっかり書き分けて、感じ分けて表現しようっていう意思が感じられる。そこがこの作品の魅力だなと思います。特にね、この何に時間かけたのかっていうと、この反射光だったり、輪郭が見えるのか見えないかだったり、すごくね、その作者が気をつけようとしているところが作品から伝わってくるのがいいなと思います。で、欲を言えば、例えばこうトイレットペーパーってちょっとしたシワがあったと思うんですね。ちょっとくねっとした。押し付けるとこうシワができる。そういうところも、実はこう観察すると、単なるこう塗りムラみたいな感じだけじゃなくて、もうちょっとこうシワのようなトイレットペーパーならではの質感表現がこの先ですね、できたのではないでしょうか。でこれ時間かければできるかっていうと、そういう問題じゃなくて、気づくかどうかなんですね。でそういった新たな視点、こんな風な捉え方で見たら絵が良くなるっていう、自分がどうしてもこうモチーフにとらわれていると客観性がなくなってくることがあるので、できれば途中で立って、コーヒーを飲むとか、後ろに下がって眺めてみるとか、そういった自分の作品を突っぱねてみる、そういった機会を5時間の中でも5回とか10回とか、場合によっては20回以上、そんな風に離れてみる、突っぱねてみる、自分の作品を人の作品だっていうような目で見るような習慣づけをしてみてはいかがでしょうか。特に質感表現しようと思ったら、形の境目、例えばこのトイレットペーパーのこの切り口っていうか、ペリペリってこうミシン目みたいなのがあって、ペリペリやったその切り口ってあると思うんですね。そういったところなんかはもうちょっと観察するとよりらしさが出たと思います。あとね、構図に関してはね、だいたいいいと思いますけども、左側がちょっと窮屈なので、この紙のサイズに対してぴったり真ん中に入れるんであれば、もうちょっとだけ右側に、ちょっとだけ右側にずらしてあげると、この辺が少し気分的に楽になったのかなという感じがします。はい、最後まとめますと、まずはモチーフセットするにあたってライティングをしっかりと整えましょう。右上もしくは左上、それだけで書きやすくなります。次に紙はクロッキー帳じゃなくてスケッチブックを使いましょう。
画用紙のある程度厚みがあってデコボコがある紙の方が、5時間かけて試行錯誤、書いたり消したり書いたり消したりするんであれば、十分に作者の思いを受け止めてくれます。クロッキー帳みたいなこの粗悪なっていうか簡単な、コピー用紙みたいな紙って滑るばっかりで、鉛筆が滑るばっかりで定着しにくいんですね。なんかせっかく時間かけるんであれば、だからこういう紙は、クロッキー帳みたいな紙は、本当5分、10分の短い時間に向いてます。で、こういった時間をかけるんであれば、やっぱり画用紙を使いましょう。はい、今日の講評は以上になります。さて、いかがだったでしょうか。この動画が役に立ったという方は、いいねボタン、チャンネル登録していただけると嬉しいです。で、この100人100作品講評会なんですが、どうも私最近思うのは、作品のレベルがなんかだいぶ上がってきちゃったなと感じていまして、初心者の方が、まだデッサン始めたばかりという方が、ちょっと出品しにくい状況になってきてるんじゃないかなと感じています。もうちょっとですね、作品を募集したいなと思っています。デッサンをまだ始めてそんなに枚数書いていない方で、100人100作品好評会の中で、自分の作品がどんなところがいいのか、自分で見てもよくわからない。作品を人に見せて評価してもらったことがないという方で、褒められたい方、一応ね、難易度は1から9まで選べるようにしてあるんですけれども、1からとかね、2からとかを選択していただいて、自分のいいところを、魅力を発掘してもらいたい、いいところを褒めてもらいたいという方はぜひ応募してほしいなと考えています。上手下手は問いません。何度も言ってますけれども、熱意あるデッサンが上手くなりたい、絵が上手くなりたいという方であれば、上手下手は問いませんので、あとキャリアも問いません。とりあえず1枚も描いたことない人っていうのは遠慮していただいてるんですけれども、これまでに2、3枚デッサンというかね、鉛筆で紙に描いたことがある人であれば、応募資格十分ありますので、受験生はダメなんだ。受験生は遠慮していただいてますけれども、そうでない絵が上手くなりたい中学生以上の社会人の方であれば、私こんな年から始めたんですけれども大丈夫でしょうかというシニアの方も、中学生以上であれば応募資格ありますので、ぜひ、応募してみてください。で、この応募の仕方なんですけれども、下の概要欄に LINE 公式アカウントのリンク貼っておきます。そちらに登録して応募したいんですけどとメッセージをください。動画内で紹介する名前を書いて LINE 公式アカウントの方に申し込んでください。最後に一つ業務連絡があります。締め切り後に応募してこられたとしなさん、フォームの方に送っていただいたんですけれども、 LINE 公式アカウントの方に連絡いただいていないので返信ができずに困っています。ぜひこれをご覧になっていたら、LINE 公式アカウントの方に私がとしなですということで連絡をください。はい、今日の動画は以上になります。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。